試合までだいぶ近づいてきた状況ですけど、はい、まあ、今のコンディションとか調子っていうのは、今のコンディションとか調子はですね、あ、もう非常に、前回の試合よりも、もう数段良い状態に仕上がってます。まあ、前回の試合の後、またすぐ試合も決まったので、もうそのまま続けて練習を続行して、本当心も体もすごいいい状態です。コンディションも。その前回あんまり調子良かった、良くなかったってことですか？前回はそうですね。いや、前回も調子は良かったんですけど、ちょっと相手の情報とかもあんまりよく分かんなくて、まあ対戦相手も変わってしまって、まあ結構そんな中の試合だったので、まあ、まあ、なんていうんですかね、心と体のそのバランスっていうのが、まあ、一致しなかったっていうか、はい、ちょっとじゃあ気持ちの切り替えの面でちょっとやっぱり難しいところは、はい、そうですね、少し前回の試合はありましたね、はい、ちょっとそれが、はい、まあ、範囲的にはやっぱりその辺になって、はい、そうですね、やっぱその面がやっぱ試合の最中に集中が切れてしまったりとか、まあ、距離感とかのまあ、認識力っていうか、なんていうんですかね、がちょっと僕の中で集中力が切れてしまったのかなと思います。その前回その、まあ、K-1 っていう舞台で戦ってみて、はい、どうでした感想は？いや、本当にお客さんもすごい多くて、で、僕も代々木第二体育館で試合やったのは初めてだったので、もうすごいいい経験になりました。その雰囲気というのは自分にとってはすごい戦いやすいみたいな感じ？そうですね、はい、やっぱりたくさんの方に見てもらって、もう本当に自分のやってきた格闘技がこういっぱい、こういっぱいっていうか、なんですかね、こう出せる、本当最高の場所だなって思いました。まあ、ちょっと結果が出なかったことで、まあ、結構期待されて参戦っていう状況だったと思うんですけど、はい、ここでの危機感とか不安とかっていうのは？そうですね、危機感不安は、まあ、若干ありましたね、はい、ありましたけど、まあ、でもそこはあんまり気にはしなかったです、僕の中では。まあ、試合が早い段階で決まって、それで切り替えという感じで割とスムーズだったんですね、はい、そうですね、まあ、それも若干ありますけど、でもやっぱりなぜ負けたのか、まあ、自分の中で、まあ、冷静にこう、まあ、考えて、自分の中でこう考えて、はい、まあ、今回は、まあ、そのもっと集中力を高めて、まあ、万全なコンディションで試合できるように、はい、持っていきたいなと思ってます。ここから高瀬さんと一緒に練習することは違うんですか？
そうですね、高瀬大樹さんと練習一緒に付き合ってもらって、あの相手の対策とかも一緒に練って、そうですね、やってもらってます。一緒にトレーニングしてます。他どういった方と練習してるとかっていうのは、あとですか、あとはそうですね、まああのまあいろいろなその選手とやってます。はい、あのあれですかね、あ、小沢海人君とかも練習一緒にさせてもらったりだとか、この間もクラッシュのタイトル戦で防衛しました。そうですね、小沢海人君と練習させてもらったりとか、あとは K1 の本部の方にも出稽古させてもらったりだとか、はい、前回のトーナメントではそういったところの選手とかとは全く練習してなかったので、まあ、前回の試合を負けてから、まあ、そういった場所でもちょっとトレーニングさせてもらって、はい、あと、まあ、角エビジムさんなんとか、あと渡辺ボクシングジムさんとかにも行ってトレーニングさせてもらってます、ボクシングを。はい、どうしても蹴りのイメージというのは強いかなと思うんですけど、さっきのパンチもすごく磨きがかかってるかなと思うんですけど、はい、どうですか、自信。そうですね、自信ありますね。もう倒せる自信あるんで、あとはもう試合までもっと今よりもいいコンディションで最高な状態で、そうですね、試合に臨みたいなって思ってます。はい、まあ、1回戦今回パウロ・デバーが出ますけど、はい、改めてどういった印象をお持ちでしょうか。そうですね、まあ、彼はまあ、ムエタイをベースとしたようなタイプなのかなと思ってますし、まあ、彼のその癖とかもなんかいくつかあって、まあ、そこをなんていうんですかね、いい意味でこう僕のリズムに持っていけたら勝てるんじゃないかなと思ってます。はい、サウスポーなんでちょっとその対策っていうのも割と、そうですね、サウスポーの選手トーナメントで結構やっぱりサウスポーの選手が結構本当多いんですよ。なので結構そこもやっぱり意識してトレーニングはさせてもらってます。まあ、今回出る外人の中で、まあ、テバウ、まあ、最強説っていうか、はい、まあ、他も強い選手だと思うんですけど、どうですか評価はテバウ。いや僕の中でも本当高いですね。まあ、彼に勝てばそのまま勢いよく決勝戦まで行って優勝できるんじゃないかなと思ってます。はい、逆に言うと、まあ、最初戦がすごく大事になってます。はい、大事に、そうですね、はい、初戦しっかり勝って、で2回戦もそして決勝も勝って優勝したいです。はい、優勝します。前回角ゼミ、ああ角ゼミ、はい、参考にしてた。そうですね、ちょっとそれ先行にしてたらパンチもらっちゃいましたね。はい、やっぱり僕はやっぱライオンとかそういうトラとかそういうやっぱアニマル的な感じで、はい、を意識してやった方がやっぱこうなんていうんですかね、本能で戦うタイプだと思うんで、僕はそうですね、ちょっと昆虫ではなかったって思います。はい、どうやっぱり今回は何かと聞かれる、はい、まあ、今回の取材のように聞かれると思うんですけど、はい、今回は何をテーマ、テーマというか、まあ、何との動物を、はい、あ、今回ですか、参考にみたいな感じ。今回動物参考してるのはもうトラですね、トラ。はい、どういったところですかね。やっぱり肉食ですね。肉食、はい。肉食で、はい。そのトーナメント。トーナメント、はい、そうですね。他の選手を食うような気持ちで、はい、います。はい。すみません。はい、はい、準決勝決勝とありますけど、どの選手上がってほしいとか戦いたいとか。そうですね、まあ、僕は今回世界トーナメントなんですけど、まあ、できればやっぱ日本人選手と試合したいです。はい、
あのトーナメントに出る日本の選手とはまだ僕試合したことないんで、非常に楽しみです、そこが、はい、となると、まあ、準決勝は高野選手、そうですね、はい、思い入れはありますか、そうですね、勝ってきてほしいですね、はい、やっぱ日本で行われる大会なので、やっぱ日本人が勝たないと盛り上がらないと思うんですよ。だから、はい、僕がしっかり優勝したいなって思ってます、はい、どういったところに高野選手に対して思い入れみたいなところもあります、まあ、裏兄弟になるかなと思うんですけど、そうですね、まあ、兄弟対決2回やってて、僕その最後の、まあ、お兄さんが勝った試合、僕拝見生で試合見てて、ですごいやっぱ感動したんですよね、前田代表がすげえ感動してたんですけど、僕もそれその気持ちに近いぐらいちょっと僕も感動して、ああなんかすごいやっぱ素晴らしい選手がいるんだなって思いました、日本で。やっぱそんな選手と試合できるってなると、やっぱりすごいワクワクしますね、はい、すごい楽しみです僕の中で。まあ、あと向こう側のブロックではタイガ選手がかなり、はい、勢いあるかなという、はい、タイガ選手、そうですね、記者会見もそうですし、ね、最近 の, この間の日本トーナメントも見させてもらって、すごい勢いやっぱあるなと思うんですけど、まあ、でもまだ彼は若いんで、はい、まあ、その若さもある意味弱点なのかなと、はい、思います。もし戦えばその、はい、攻略できる、はい、なんていうのシミュレーションみたいなのは、そうですね、まあ、タイガ選手ともし僕が試合するとしたら、まあ、多分 KO 決着になるんじゃないかなと思ってます。まあ、1日3試合っていうトーナメントですけど、はい、そういう戦い抜く自信みたいなのはどうですか。戦い抜く自信はあります、非常に楽しみです。まあ、あといろいろな面でこうサポートしてくれる、応援してくれる方たちもいるんで、まあ、なんていうんですかね、まあ、サプリメントなんかで言えば、まあ、健太さんなんかも今応援してもらってますし、まあ、だから前回の試合で取り入れてなかったもの、取り入れてなかったところがまた今度サポートしてくれるようになったんで、もっとこう僕の能力っていうか僕の、はい、力が発揮できるんじゃないかなと思ってます、はい。まあ、空手の技で綺麗に倒すっていうその、はい、まあね、テーマみたいなのは前からあるかなと思うんですけど、はいはい、それ以外で何か自身で今回のトーナメントに生かしているテーマですとかっていうのは何かありますか。今回テーマにしているのは、まあ、とにかく優勝することですね、はい、これは僕のテーマです。もう綺麗とかもうね、なんていうんですかね、こう汚くじゃない、こう なんていうんですか、その泥仕合とかなんかいろいろあるかもしれないですけど、まあ、とにかく勝つことです。とにかく日本人が勝って、で日本人のその強いところ、気持ちの強いところを証明したいですね。今だって70キロ級も65キロ級も海外勢じゃないですか、まあ、55キロは武尊選手が今すごい活躍してますけど、やっぱり60キロ級はやっぱり僕が活躍しないといけないんじゃないかなって思ってます、はい。何か最後一言あれば最後一言あれば、うん、本当にそうですね、今回の9月19日はもう本当日本のトップ選手がすごい集まってると思ってるので、まあその中で僕がしっかり勝てるように、一番になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。おっす。